皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もいいフットボール2023条を紹介していきます。さあということで、今回も家庭用とアプリ、どんな選手の使われ方の違いがあるのか紹介していきましょう。前回こちらの動画で守備的な選手をチェックしてみました。違いが大きいのはね、あのポジションが、かなり大きかったよという話をしました。結構全体的には似てたんですけどね。さあ今回攻撃的な選手編ということで、攻撃的ミッドフィルダーからフォワードまで、一気に見ていきたいと思います。ぜひ、守備的なね、選手編も確認していただいて、アプリ家庭用でどのような違いがあるのかチェックしてみてください。実際に、どのような違いがあるのかで、選手紹介の時にね、役立てようかなと思って、調べてみたところ、なかなか意外なところもありましたし、いろんな発見がね、できると思うんで、アプリ家庭用それぞれやっているっていう方も、それぞれがどのような選手使われているのか、知ると、コメント欄でね、ちょっと意見がね、食い違う意見があった時は、あ、この人はアプリの人なんだ、家庭用の人なんだみたいなね、そんな判断ができるかもしれません。ということで、早速見ていきましょう。まずは攻撃的ミッドフィルダーから見ていきます。さあこちらが9票以上を獲得したアプリ家庭用それぞれの選手たちになります。9票以上見ていくと、人数の違いがね出てきますよね。家庭用でいうと人気集中がかなり目立つようになりました。9票以上だとこの4名しかね上がりません。アプリでいうと票数ばらける感じなんですけど、この6名が9票以上を獲得。上位層は大体同じようなメンバーは、アプリ家庭用それぞれ使われているかなと思うんですけど、アプリの方がより現役選手が使われているかなっていう人数、ペドリ、ブルーノ、ベルナルド、シューバー、その辺も入ってきてます。どちらかといえば守備的動画でも話した通り、そちらとの違いとして、家庭用は人気集中プラス票数の差が少なめとなって、アプリでいうと様々使われていて人気差がある。中でも攻撃的ミッドフィルダー、家庭用は飛び抜けて使われている選手っていうのがいないですけど、アプリだとペドリがねかなり人気高いことが分かりますね。あとはブルーノ、ベルナルド、シューバー、もちろんね票数多少入ってたんですけど、家庭用でもここまでは票数伸びてなかったんで、この辺の現役組の起用は、かなりアプリでは多くされているようです。ちなみにその下はね、上げていくとイニエスタ、デブライネ、グティ、ベッカム、そしてフォーデン、デパウル、スナイデル、ネドベド、ベッカムみたいな、ここ見ても現役がより使われているアプリっていうのが、感じることができるかなと思います。今回実際にね、家庭用アプリ見ていきましたが、攻撃的ミッドフィルダーの、使われている選手自体はそんな大きく外してないというか違いがなかったですね。票数ばらけてはいるんですけど、その辺は割と守備動画と一致する部分も大きかったかなという感じはします。中でも現役選手がアプリの方結構台頭しているのでは印象的ですね。さあラストフォワード見ていきましょう。まずはアプリ家庭用上位4名をチェックしていきたいと思うんですけど、上位4名全く同じメンバーというところになりました。綺麗にこの4人になりましたよね。全く同じ人選、それぞれ票数にね開きがあったりとか票数は違うんですけど、1位2位3位4位選手に違いはありませんし、順番も同じですね。確かにアプリと家庭用票数に10票ほどの開きとかはあるんですけど、大まかに使われている選手特に上位層は変わらないという結果になりました。全体でもナンバーワンの使用率メッシ、やっぱり多いですよね。みんな使っている印象、一応画像ではねビッグタイムの方出してますけど、パックだったり無料の FP だったり、週間使ってる方もいるし、それぞれではありますけど、やっぱメッシは使われてますね。本当にこの綺麗に分かれた票数も順位も結構綺麗に分かれたんで、この上位層に違いがないっていうのははっきりしたのかなって感じがします。この4人は鉄板中の鉄板というところで、まだ持ってない方はね、それぞれをね確保できるようにガチャでね引いてみてほしいですね。とりあえずアプリも家庭もこの4人は押さえておきたいところ。さあそれ以外ね確認していきたいと思うんですけど、明らかな違いはあるんでしょうか。やっぱり B 固定率が高めな家庭用に対して、現役選手がランクインしているアプリという感じは、ここでもね見ることができそうです。家庭用とアプリそれぞれで、ランクインしている選手を見るとちょっと面白いなと思ったんですけど、まずは家庭用で言うとロマーリオとマラドーナが、ここに入ってきてます。どちらかというと小柄なタイプ、ドリブルで運べて決めれてみたいな、そういう選手、小回りで相手をフュッとかわしたり、
ドリブル仕掛けられたりみたいな、そういう小柄な選手がね重宝されている家庭用に対して、一方アプリの方なんですけど、エトーとかクリスティアーノ・ロナウド、高さ強さを兼ね備える系の、そういう選手が使われているっていう話、そういうランキングになりましたね。体の強さっていうことで言えばラッシュフォードだったりソン・フンミンだったり、まあ、その辺も家庭用でいうところの、まあ、サラーとか、まあ、ソンとかラッシュは若干サイズもあったりしますけど、まあ、サラーに関しては小回りも効くしドリブルもしやすいし、ロマーリオ、マラドーナ、その辺に匹敵するようなスッチは持ってますよね。家庭用はよりドリブルがしやすい選手、そしてアプリで言うと中央でドンと構えるような、そういう選手もね使われているっていう、まあ、その辺も綺麗に分かれたかなっていう印象です。まあ、実はね、このランキング、その下を見ていくと家庭用で言うとドリブルしやすい選手、デルピエロだったりが入ってきますし、でアプリで言うとファンニステルロイとかベンゼマとか、その辺もね上位に入ってきてます。まあ、結構この下をねランキング確認してもこの流れはね組まれてるんで、まあおおよそそんなところが言えるのかなといったランキング結果となりました。まあ、あとこの辺のランキングになると票数にばらけることほとんどないですし、結構拮抗してますよね。結構激戦区にはなっています。特に家庭用で9票獲得したマラドーナなんですけど、アプリだと3票と、まあ、ここが大きく差は出てたかな。まあ、他で言うとそこまでかなと思うんですけど、5、3、2とか3ぐらいだったんですけど、特にマラドーナの票数だけ大きく離していました。一応スタメンの選手をねチェックしたので、マラドーナにスパサブをつけてベンチに眠らせているパターンもねありえなくはないんですけど、まあ、スタメンだけで言うのであればマラドーナ使用率は家庭用の方がはるかに高かったって感じですね。まあ、使われているフォワードの選手ちょっと違いが出てきて面白いなって思いましたし、それぞれねやっているという方はフォワードね、この辺の選手たちを集めると今後有利になるかもしれませんので、ぜひチェックしておきましょう。あとはミッドフィルダーですね。まあ、攻撃的なミッドフィルダーで誰か欲しいなと探しているという方は、この辺りの選手をぜひ獲得してみてください。ガチャで来るといいですね。はい、ということでアプリと家庭用を比較してみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、各ポジションね、前半後半守備的な選手攻撃的な選手紹介していきましたが、まあ、全体的に大まかな流れ、使われてる選手違いそんなになかったんですよね。まあ意外かな。もちろんねプレイスタイルとかシステム上コンセプトがつけられないアプリとつけられる家庭用で若干の使用選手とかは違う部分もあったんですけど、大きく割と外してないというか、まあ、全体的に使われてる傾向は結構似てたんで、やっぱ同じゲーム性なのかなっていう風に感じますよね。コントローラーを使う、あとはタップをするみたいな、そういう操作の違いはありますけど、仕様自体はね似ているところがあるんじゃないかなという結果になりました。まあ、その中でもコンセプトつけられないアプリでは流行っている選手、褒めが自由に組める家庭用で流行っている選手、それぞれありましたので、それぞれぜひね他の動画もね確認していただいて、ランキングもねまとめてますので、その辺もチェックしてみてはいかがでしょうか。ぜひね、それぞれ上げた動画で紹介している選手持っているとね、勝てるようになるかもしれません。ぜひガチャできたら獲得してください。ということで、こちらのチャンネルユフィットボール情報随時紹介してます。チャンネル登録してない方ぜひチャンネル登録もお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。